Naraba Tomoyo. その先には一体何があるのかとかなんとか、そういった類のどうしようもなく煽たれたこと、やっぱ考えたくなる、大いに考えたくなる。結局うまいこと寝つけないまま迎えた朝っぱらの朝っぱら、半ば嫌がらせチックにお前にメールなんぞ送ってみればバッチリ返事が返ってきやがったもんだから、思わず吹き出し質問直の前に本音を語ってみようと思った。なでもよ夢っていう言葉をきっと諦めた人が発明したんだろう。ならばでもよ死ぬ間際でいいや、君と夢を語り合うのは死ぬ間際でいいや。窓の外美しき思い出の点滅目が開けて、時計の針をフルスイングしてみるけど、あえなく空振り三振、しまいにゃメソメソやりだしまつ、冷蔵庫にすっ飛んでいた右腕を、ここはあえてグイッと引き戻して、ポエムを綴ってみようと思った。お前に当てたポエムを綴ってみようと思った。なんでもよ青春っていう言葉はきっと立ち止まった人が発明したんだろう。ならばでもよ死ぬ間際でいいや、君と青春を語り合うのは死ぬ間際でいいや。座席につけるか田舎に全力で一喜一憂する。通勤電車の中レールの傾斜に合わせてコロコロ転がり続ける一番下眼球は、女子高生が熱心に打ち込んでいるメールを覗き見る。ぎゅうぎゅう詰めの火薬はつま先がちょこんとぶつかっただけで簡単に大爆発を起こし、飛び散る火花は凝固しかかった血液のような限りなくがんじがらめに近い色彩だ。なあ友よ夢っていう言葉は諦めた人が発明したんだろう。ならばでもよ死ぬ間際でいいや、君と夢を語り合うの